パパユーチューバーのパパさんです。小太郎です。カナヘです。そうです。そうさ、最近かぶってるけど、このカナヘがそうにこう引っ張られてる感じ。昔これやってなかったもんね。ちょっと憧れてるこれ。いいと思います、いいと思います。今日はここ長野県東御市にあるモンスタースケートパークに遊びに来ています。ずっと来たい来たいと思ってたんだけど、意外に家から近いから1年半かかりました。楽しみです。新潟遠征最終日、この人が迎えています。ウシパークですと、新潟の村上スケートパークで出会ったこの人、デコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スケートボード歴は小学校1年生ぐらい。めっちゃやってんじゃん。モンスケはローカルっていうことなの？親がオーナーで。じゃあこれ何？ペコンチ？まあほぼ。今日は一日モンスケで遊びたいと思います。それでは早速連れていきましょう。じゃあどこから行きましょうか。ランプ行きましょう。ランプモンスターについてって。早く行きよう。押してんだってんだよ。最近ランプを練習していない小太郎選手。このボールで披露できる。これは難しかったっていう。ちなみに何？ファイブ。おお、さくらちゃんがやるじゃんね。ローハンドファイブ。あれは嬉しい。やべえ。ここに穴開くよね。
取るか。オッケー、頑張れば。オッケー。ガーいけなさ。フロントの。でね、今から小太郎がハイファイブで練習してた。あそこともストーリーあるね。シャチホコになるか。シャチホコ。この辺も一緒にやってるわ。あ、アウトだったらいいよ。賭けはどうで。ここが一番イメージできるやつだ。シャッパーの方がイメージできる。シャッパーなんか行けるわけないじゃん、あそこ。この前一回行ったのは、あれもラッキーだったんだ。え、そんなとこから大丈夫そこ？なんかちょっと。じゃあまっすぐ降りて、あのままあっちのランプにビョーンって降りでトランスファーすれば。結構立ってんだよな。垂直。まあいけるよ、多分。余裕じゃん。じゃあレベル2はストールナウでやろう。この垂直どこ？いいよ。おはは。京ちゃんも心臓ずっとドキドキしてる。やったじゃん。次下から取らせてもらってもいいかな。ストールの。そしたら上行こう。最終チャレンジ。何のこの最終チャレンジ？ストール正解です。まだ小太郎は正解。小太郎はいけそう。ストール。じゃあちょっとストール対決しよう。しゃがみながらできない。ぐーっとこう大丈夫か。でバースと違ってさ、まっすぐ入れないから。あー、そうかそうか、横の勢いやな。次行きますよ。一番楽しそう。おお、合わせてきてるじゃん。まだ今上にポーンって抜けてるんですね。あれを押さえればガチャでかかる。できる。今3時40分なんですよ。一応、まあ、5時ぐらいを目処にしようかなと思って。
とストリートフィクションも撮りたいじゃん。何回目？2回2回っていう案が出てます。3。はい、3出ました。はい、3。はい、あ、4。4、他いませんね。じゃあ、4で。5。はい、5出ました。はい。うわっ、おい、スピードが、あー、おお、ファイブはまさかの、今のは無理していかなくて正解だよ。右足ばっかり見すぎて左足を押すのは忘れて、メンタルイケメン、ここで弾もう。やったね。え、そうだったっけ。ここさ、高いんだよね。回数こなさないとうまくならないから、あれも大事なの。やばと思って、シャッ。おお、あー、いい、持ったね、悔しい。完璧きた、完璧きたわ。一旦これが最後の5周目。カナベラスト。怒ってるんですか。大丈夫ですか。頑張りましょう。オーラスです。バシッと。かける余裕がありません。さあ、はい、お母さんがモンスケのオーナーって言ったじゃん。はい、いるの。うまい。じゃあ挨拶させて。よろしくお願いします。こんにちは。ペコのお母さん、はい、なんて呼ばれてるんですか。みんなからはハッさん、子供はハッちゃんって呼んでます。なんでモンスター。モンスター級の子が出るといいなっていう意味ですね。そしたら自分の子がなっちゃいました。まさにモンスターじゃん。普段どんなお母さん。普段は優しいお母さんで。お母ちゃん好き。ちゃんと言って。大好きです。お母ちゃん何が好きなの。全部好きです。
どうしてスケボーパーク始めたの？私がスケボーを始めて自分がやりたくてすごくない？せっかくなんでじゃあみんなができるようにみたいな。お前んちの母ちゃんすごくない？自分でさスケボーやりたいからって言ってパーク作ったの？パークができても何年ぐらいの？4月の11日で10周年。おめでとうございます。始めた時からずっとそうだったんだけど、うん、女の子一人でも入ってこれるような。女性一人ってパーク入りづらい？入りづらい。自分も入りづらかったんで他のパークの時に。先生頼むね、マスコットキャラクターなんだ。楽しんでてください。ありがとうございます。おなんだ、すげえ母ちゃんじゃねえか。すごい母ちゃんです。やりませんか？受けるとキッズします。やるかやらないか、うん、はい、OK です。レールの乗れなかったら今日遊べないよ。遊べない？遅いよ。キョウちゃんにじゃなくてペコに言ってよ。遅いよ。あれじゃない、スピードの感覚が難しいな。速くてビビってるでしょ。しかも遅いし。丸レール入った。丸より太いよ。横が、縦が、縦別に使わないじゃん。ここは使わないじゃん。ここだもんだって。ここが狭い。丸の方がもっと狭いじゃんって言ってんの。いや、丸の方が狭い。丸の方が広い。ごめんね。OK。カイジ。カイジ君ね。カナペのことライバルだと思ってる。やっつけようぜ。ワイワイ騒いでたんだけど、何屋さん？
もうちょい綺麗にやりたいよ。いいさ、いいさ。危ない、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 危ない。挑戦になりました。もうないけるぞ、うん、もういける。次いった、これは次いきました。金平選手おめでとうございます。ほとんど成功です。よし、大丈夫、次いける。ちょっとずつちょっとずつ成功になってきて、今もう99点だから、次は100点だよ。ラスイッチ手持ってたのに落ちちゃった。コミックから、じゃあ終了ということでいいですか。はい、これが新潟遠征最後の挑戦です。お願いします。どうした、挑戦してたの、どうだった、どうなった。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。モンスタースケートパークどうでしたか。モンスター最高。モンスター最高でした。知ってた、あのバンクトゥバンクもっと拡張できるんだって、動かせれるらしい。またこれは次回。どうでしたか。あ、はい、あ、切っていく。あ、切りました。はい、あのさ、うん、一回これ終わった後にちょっと俺取って、あのボールの小太郎がいいって言ったらいい。宿題がまだ4時間残ってるの。じゃあ回数決めたら5回、2、2で3、3、3。じゃあどうでしたか。自分なりに納得できた滑りができたと思います。途中悲しげな顔してなかった。知ってるよそれ。何何カナタとコタロが頑張りすぎて自分がうまくいかなくて絞れてたらしい、うん、そうだったの。ハイボーがマジで最初できなかったから絞ってた。よく頑張りました。いみんなで一緒にやったんでストール頑張りました。一人じゃ絶対多分怖くてやってなかったんで、やっぱり乗ったし、うんうん、頑張ってたから、うんうん、あの男気見せないと。頑張ってる人と滑ると自分も頑張れる。テンションやっぱりね上がりますよね、うん、そう今日ね一日結構ありがとうね。ありがとうございます。お母ちゃんに一言お願いします。お母ちゃんに一言。これ難しいね。照れくさいね。たくさんセクションを作ってください。他に何か言いたいこと大丈夫ですか皆さんね。あ、モンスターはペコに会うために滑りに行く価値もあるんじゃないかな、うん、僕個人的に思っていて、うん、見てるだけでも楽しいから、うん、ここにはペコがいるからぜひ見てみてください。行きます。それじゃあどこかのパークで会いましょう。またね。バイバイ。見てくれてありがとうね。バイバイ。ペコありがとう。新潟遠征、お疲れ様でした。ありがとうね。ありがとう。バイバイ。宿題やるんだよ、ちゃんとね。何回やる？1回。OK。お疲れ様でした。またもう2本やりたいけど、あれで終わりたくないじゃん。じゃあ本当に残り2個いく。
夏に。おめでとう。あと1回チャンスが生まれました。あー、これはもうビビっちゃってるもんかね。こっちが泣く。グッチなんだって。そうだな、うん、あと1回チャンス取れない。じゃんけんしたら、じゃあペコとじゃんけん。きょうちゃんのデッキ忘れてきた。ちょっとデッキ忘れてきた。デッキ取りに行かなきゃ。いいよ。集中して。次はメイクできるじゃん。次どこ、次来ないかもしんないよ。またペコに会いに来ようよ。時間がほらほら宿題があるからさ。ルンバ踊るって。なんで俺巻き込む。え、これ YouTube 載せるんですか。遊びに来てるわけじゃないから。大人が本気で来てるからさ。